鴨根市、最近ツイッター、いや、X、頑張ってて偉い。あとは寝起き、すっぴんアピールを添えての自撮りも上げて、もっと高みを目指していこう。どこにも需要がなさそうなやつ来たな。いや、オタクはさ、基本的にその、自分の写真って撮らないんだよね。これはもうそう、景色と食事の写真しか撮らない。景色と食事の写真と、あと何?買ったアイテムの写真しか撮らないでしょ。また猫とかね。自分以外のものしか撮らないでしょ、マジで。ここで自分の写真を撮るようなタイプだと、あ、ちょっともっと自分ももっとかっこよくしようかなってなって、脱オタをしていくのかもしれないけど、そもそも人種的にいかないんだよな、そっちにな。いや、ちゃんと自撮りを上げてくる人は偉いなって思います。俺が自撮りを上げることってまあないですね。自撮りって、ちゃんとバキバキに持った自撮りを上げたいですね。まあでも、ツイッターではないのか。まあツイッターにって言うけど、まあツイッターはもうちょっと有効活用したいなと思いますよね。なんか、今フォロワーがもうすぐ2万フォロワーぐらいいくっぽくて、すごいいっぱいいて、すごいって思うんだけど、あまりにもこう何も使ってなくて、ちょっともったいないなって思ったりはします。承認欲求が薄い。そうだね。いや、承認欲求はあるよ、当然。なかったらこんな活動してないと思うし。まあでも、めっちゃある方ではないのかな、わからんけど。いや、ある方だと思うけどな。ガンカモー !1 オクターブ高くとかどうですか?だいだ、俺が言うと、IKKO さんみたいになっちゃうからダメだ。高い声で話すことない。まあちょっと毎日ツイッターをね、ツイートする。テクニックなんか考えていきたいですね。だから普通にやっていくと、マジで、なんつうの?無理なんですよ。普通にやっていくと。ツイートできることがなさすぎて、毎日食ってる飯の画像しかないんですね。ツイートできる画像って。ツイートできる内容か。一時期さ、今から帰るわっていうツイートしかしてなかった時期あるんだけど、あれ、それ以外にツイートすることがなくて、苦肉の策だったんですよね。帰るわーっつって。それぐらいしか言うことないじゃん。まあ基本的に終電ではあるんですけど、それぐらいしか言うことがないからさ、寝る、起きる、会社行く、寝る、起きる、会社行く、タイ。だからさ、やることっていうかもう書くことがないのよ、何も。他に言うことがね。今日は新作格闘ゲームのキャラクターを作りました。強い技作っちゃったー、みたいな。そういうなんかツイートしかできないじゃん。だからね、ちゃんとツイッターを活用してる、会社員の人、俺ほんと尊敬するわ。何やってんだろうなって思うもんな。難しくない?もしやるならやっぱ計画的にやりたいよな。でもその時間がないんで、結果的にはね、何もツイートできない。はい、そんな感じです。はい、お便りいただきありがとうございました。